歌を作りたいなっていうちょっと気持ちになってきましたね。いいですね。平凡に生きるがこんなに難しいとは、ちょい曲じゃないですか。ナイツ花輪の自由時間です。今回ですね、歌つくプロジェクトということでね、やっぱり今歌を作りたいなっていうちょっと気持ちになってきましたね。まあ、兄の血なんでしょうかね。私の兄がシンガーソングライターの、まあ、直樹氏なんですけども、やっぱりいろんな曲をね、まあ、作曲されてますけども、まあ、僕もやっぱりあの歌を作りたいなっていうことで、まあ、ただやっぱ僕歌詞を考えたことがないので、これから歌詞をねちょっと考えていきたいんですけども、まあ、我々の師匠内海桂子がですね、あのツイッターを10年前から始めてまして、3992ツイートしてて、まあ、それがね一言一言がまた深いんですよ。ちょっと健康師匠のツイッターのワードを歌詞にして、それに今度曲を載せて、いい曲を完成させようという企画でございますよね。もうほぼ毎日のようにこのフルでね、文字を打ち込んでいるんですけども、すごい量だな。これちょっと一個一個これ見ながら考えるの大変だなと思ってましたら、皆さんこちらの本ですよ、師匠という本。これは桂子師匠がツイッターでつぶやいたことをちょっとまとめたこの本なんです。この本を参考にしながらやっていきましょうか。記念すべき第1回目のツイートが2010年の9月1日なんですよ。これはちょっともう歌詞にやっぱ入れたいな、僕は。これ我々弟子もびっくりしました。これどういう意味なんだろう。はい、こちらの歌詞ですね。川の花子ちゃんに水をあげて朝顔にもかけようとしましたが、下に置いてある天ぷら屋さんのお皿がまだ引き取られなく濡れるのでやめました。朝顔さんごめんね。もうなんかEテレとかで、ね、朝顔さんごめんねみたいな、あーまあの花子ちゃんに水をあげて、これ多分皆さん意味わかんないと思うんですけど、桂子師匠の玄関にあのカバーのですね銅像みたいなのがあるんですよ。それのこの上から水をかけてあげて、その横には多分朝顔にかけようとしたけど、多分出前かなんかで頼んだ天ぷらの皿がそこにあったから皿にかかっちゃうのをやめたっていう歌詞ですね。はい、なんか今年のサザンカの、はい、まんまるで雲一つない夜空にくっきり浮かんでいる。いいじゃないですか、なんかまんまるで雲一つない夜空にくっきり浮かんでいる。いいですね。なんか最近のツイッターでも結構よく分からないことあります。いいやつあります。結局この何も知らないっていうのが厄介になっている。分かんないですか。結局何、結局この何も知らないっていうのが厄介になっている。いいな、全然分かんない。そう、深いですね、やっぱり師匠のつぶやきは。どうも、どうもそぼそぼして涙が出てくる悪い方のにじめからみたいな。どうもそぼそぼして涙が出てくる悪い方の右目から、まあこのぐらいにしましょうか。2011年3月 NHK のマラソンを見ているが、解説者のそうですねが気になってしょうがない。何を聞かれてもそうですねで始まる。会話のすべてがそうですねってありえませんよ。アナウンサーも差し障りのないことを聞くからそうですね、でも不正解ではないけど一度ぐらいそうじゃないって言ってくれ。いや、一度ぐらいそうじゃないって言ってくれ。一度ぐらいそうじゃないって言ってくれ。まんまるで雲一つない夜空にくっきり浮かんでる。明日の元旦に向けて何か新年の方法を持たなくてはならないが、とにかく健康に留意することが最大の望みか。平凡に生きるがこんなに難しいとは。めちゃめちゃいいじゃないですか。いいですよね。平凡に生きるがこんなに難しいとは。いいと思いますよ。深い。深いですね。まさか今年の3月10日の隅田に逃げないでよかった。なんか逃げないでよかった。
昭和20年のことを振り返ってるんですけど、その空襲の時に隅田に逃げないとよかったっていうことは、ね、いや、あの、却下ですあ、こういうのじゃないですかね、やっぱりこれ多分、旦那さんが打ち込んでますんで、このフライドポテイトフライドポテイト、ハムサラダ、シャリアピンステーキ、ライス完食って書いてますね。なんか2019年6月とかの、はい、その平凡に生きるがこんなに難しいとになんか続けそうなことを言ってて、うん、確か昔は結構言いたいことを言ってやりたいようにやっていたが、それを抑える忍耐力を身につけて、しかし自分の生き方は貫き通すという大変に贅沢な世界を見出しているみたいな。あ、じゃあ最後のもらいましょうか、はい、忍耐力を身につけて、しかし自分の生き方は貫き通すという大変に贅沢な世界を見出している。はい、いいですね。どんどんなんか出てきますね。ツイッターじゃないところの取材の時に言ってる言葉ですけども、健康は薬じゃないの、自分の考え方一つ。薬だと思うんですけどね、はい、あ、これあの素晴らしい、ツイッターをやっている師匠がこれを言ってること自体に矛盾があるんですけども、すごいですよこれ。生きたけりゃ機械に頼る、地球を歩け、機械は地球のゴミになる。ツイッターやってるくせに。このぐらいで割とどうですかね、皆さん、いい歌詞作れそうじゃないですか。はじめはどうですか、まんまる、いいですかね。まあ曲の作り方が分かんないんで、あの A メロみたいなやり方は分かんないんですけど、まん丸で雲一つない夜空にくっきり浮かんでいる、まあ、夜空にくっきり浮かんでいる、じゃあこれが好きなのか何なのかっていうところですよね。平凡に生きるとはこんなに難しいのかっていうことですかね。忍耐力を身につけて、まあ、これはそうですよね、世界を見出している。あ、でここの後これどうですか、生きたけりゃ機械に頼るな、地球を歩け、機械は地球のゴミになる、ですよね。だけどここ見てください、この後結局コロナも知らない機能厄介になっているっていう、ここにつながるような気もしませんか。この間にフライドポテイトを頼る、あ、そうですね、ちょっと一回ちょっと、あ、この間にフライドポテト入れます。生きたけりゃ機械に頼るのは地球は、地球はゴミになる、フライドポテト結局ゴロだ涙が出てくる。一度ぐらいそうじゃないって言ってくれ、どうも少々して涙が出てくる。朝顔さんごめんね、朝顔さんごめんね、もういいんじゃないですか。まんまるで雲一つ夜空にくっきり浮かんでる、平凡に生きるがこんなに難しいとは、忍耐力を身につけて、しかし自分の生き方を貫くという大変に贅沢な世界を見出している。生きたけりゃ機械に頼るな、地球を歩け、機械は地球のゴミになる、ライドポテト結局この名も知らない木の厄介になっている。一度くらいそうじゃないって言ってくれ、どうもしょぼしょぼして涙が出てくる、朝顔さんごめんね。めっちゃいい曲じゃないですか。なんか夜ずっと夜な夜なこういろいろ考えて、最後朝になって朝顔さんごめんねってるっていうことじゃないですか。まあ、これはちょっと素晴らしい歌詞が簡単に作れましたね。もうちょっとここで提案があります。この動画を見ている方にですね、こちらの曲を送ってきていただきたいなと。もう誰もやってないです、このやり方は。すごく新しいです。皆さんぜひ送ってください、お願いします。